オオアシ類とは、節足動物門を大まかに分ける分類群の一つで、ターシア門に属する節足動物の総称である。ムカデヤスデ、コムカデエダヒゲムシを含む。長い胴部は、同期的で、ほぼ同系のふわしがたくさん並んでいる。ヤスデと、ムカデ体は往々にして縦長く、頭部と胴部の二部に分かれる。 大きさは様々で、ムカデズナとヤスデズナには十数センチメートルに及ぶ大型種が含まれるが、エダヒゲムシズナとコムカデズナに属するものでは小型種である。化石種まで範囲を広げれば2メートルに達し、節足動物の中でも史上最大級の一つとして知られるアースロプレウラがある。頭部は、旋節と五つの体節から融合した合体節であり、 原則として触覚、大顎、第一小額第二小額という計4体の付属子がある。六脚類と同様、第二大説は、肺発生のみに見られるまさし大説であり、付属子はない。安手と枝ひげ虫ではさらに進め、第五大説にあたる、第二小額も退化消失する。原生群は、ほとんどが複眼が退化し、 無目もしくは複眼由来の単眼を持つ。基地唯一の例外は、下地目に属するムカデで、祖先形質である真の複眼を有する。胴部は細長く、多数の大切が並び、そのほぼすべてが同期的で、原則として一動説に、同型の付脚型関節子が一体ずつ出ている。機能的特殊化は、ほぼせず、例外は、ムカデの顎子しと栄光子。 繁殖用の生殖子、などわずかな例が挙げられる。安手の場合、ほとんどすべての動説が2節ずつセットで融合するため、外見上では1動説に2体の足があるのように見える。いずれにせよ、この動部は他の多くの節足動物に見当たる、著しい機能的文化は見られない。他の節足動物では、胸部と腹部、あるいは前、体と後、 体などを区別し、それぞれ異なった形態及び付属子を持つのが、通例である。大和紙類に、類似の例は、海底洞窟に散する、甲殻類のムカデービ類,類がある程度である。この同期的な体制は、節足動物の祖先形質に類似であると、考えられる。他の特徴については群によって異なる。例えば、動物における生殖口は微端にあるものや、 覆面の前半部にあるものがある。胴部の微端例えば微節の構造もそれぞれである。安手の一種ネマソマバリコーンの成長段階原生のすべてが陸上生活で真の水生種はない。小型のものは土壌動物として生活するものが多い。多くのは不食食性であるが、ムカでは肉食性である。妖精には特別な成長段階はなく、 明確な変態は見られないが、成長につれて、大切と、不足が増える例が多い。ムカデズナの成形類では、卵中にて変態が完了し、自由生活の段階においては、増設変態は見られない。変態過程に3体の不足を持った、初期段階が参見し、六脚類と類縁関係があるものと考えられたこともあったが、後に認められない。一部の群。 例えば、成形類のムカデからは、卵や妖精を保護する行動が見られる。ラトセリアプライマディアリス、化石ゲジ類ムカデの一種多種類の化石は希少で、その多くが、ヤスデとムカデであり、特にコムカデと、枝ヒゲムシは琥珀の実によって知られる。大アシ類の共通祖先は、およそ、カンブリア期中期で、他の節足動物から分岐していたと考えられる。カンブリア期から、 デーボン期まで生息したユーチカルチノイリアるいは、後期と副眼の構造が、大和類に似通うことで、基盤的なターシ類と考えられる。大和類は、初期の陸上生活を行った動物として知られている、化石記録を含む。これは、ウィルソンアンダーソン、2004により記載された、ヌルメデスマス族の安手である。 原記述はこれを、シルル期中期後半の化石と考え、従って、キツサイコの陸生動物とみなされた。しかしスアレスエトールの再検証により、これはむしろ直後のデボン期前期のものであると指摘される。ムカデの中では、ゲジ類がキツサイコの化石記録を持ち、シルル期後期まで遡る。大型節足動物が多く出現する、石炭期では、 タッシ類からも巨大な化石種が現れた。化石や素手類であると考えられるアースロプレウラ類の一族アースロプレウラは基地最大級の節足動物の一つとして知られ、全長およそ2メートル以上に達する。古典的な見解ではタッシ類は六脚類の共通祖先を含んだ側系統群と考えられた。これは本群における多くの六脚類らしい形質にちんでおり、 例えば第二触覚と、大顎髭をかき安手などに見当たる三体の不足を、持った、養成段階、小ムカでにおける下唇のように融合した第に小額器間を有し、単枝型付属し、丸ー器間の位置、などの類似点が挙げられる。こうしたターシ類は、長い間に六脚類の禁煙であると考えられ、この二群は無角類としてまとめられた。しかし九十年代以降の、 分子系統学的解析は、ターシ類と六脚類の類縁関係を支持しなかった。その代わりに、むしろ甲殻類と六脚類の類縁関係、特に六脚類は、側系統群である甲殻類から分岐した群であるという系統関係が有力視される。六脚類と甲殻類は、まとめて、反甲殻類パンクレスタシアをなす。これによると、 上述の大足類における六脚類らしい形質は、系統関係を示唆せず、単なる修練進化の結果であるとみなされる。反甲殻類仮説が有力視されるようになった2010年代以降、節足動物におけるターシ類の系統的位置については、大アゴ類仮説とミリアシャラタ仮説が注目される。大アゴ類は、大アシ類、甲殻類、 六脚類という大顎と触覚を有する三軍からなる系統群であり、その中でターシ類は反甲角類と姉妹群をなす。ミリアシャラタは大足類とハサミ角類からなり、この二軍が姉妹群をなし、もしくはハサミ角類は側系統群であるターシ類から分岐している。この二節の中では大顎類の方が広く認められ、 反甲殻類の姉妹群であることが、分子系統学的解析と、ホメオティック遺伝子発現に示唆される。ミリアシャラタは、相対的に指示が弱いものの、いくつかの分子系統学と、神経発生的証拠に示唆される。スコーラペンドラ SP、リウキアリアホルスタイハンセネラコールドリアエダヒゲムシカの一種、他種類に属する節足動物は、ムカデヤスで、 小ムカで枝ム虫という4つの群に分けられる。これらの4つの類縁関係については、議論があったものの、ムカデは4群の中で、最初期に分岐し、ヤスレと枝ム虫は、姉妹群であるという系統関係の方が、生殖口の位置や、後期の構造などの形態学的相違点や、分子系統学的解析に支持される。 化石群であるアースロップレウラ類はかつては独立の絶滅群扱いとされてきたが、21世紀以降では安手であると判明し、その一夜行として分類されるようになった。大オオア種類に注目する研究分野はミリアパドロジーと呼ばれる。なお、他の原生接続動物の大グループに比べて、他種類に注目する研究は著しく欠いていると指摘される。 例えば大和シ類の節足動物における本格的な遺伝子発現とゲノム解析はそれぞれ2001年と2014年以前では前例がなかった。ムカデは有毒生物として広く知られるもののその毒の成分に関する研究は少なかった。ありがとうございます。